溝の向こうのトカラの島バナナまでだった頃に比べると、さらに奥のバナナ苗たちが少し目立つようになってきて、拡張されたのが分かりますね。今日も梅雨模様の葉月と言いますかね、梅雨模様の葉月がずっと続くというのは私の記憶にはあまりないんですが、今日も昼過ぎ頃までは降ったりやんだり、青空がちょっと見えてはまたさーっと降ってきたりと、そんな天気が続いていますね。竹はですね、邪魔なものはある程度の高さ、まあ例えば50センチ、60センチとかで切っておいて放置しておきますと、上がまあ枯れてきて、そうしますと周りをですね、この竹の株周りを少しつるはしとか根切り棒あるいはスコップなどでぐるりとつっついてやるようにして、まあ低い位置の方に、こういうシャチがあったとしますと、低い位置の方にぐいっと引っ張るとですね、古くなったものは両手で手前に引っ張るだけで今回ごと掘り出せるというよりも引っこ抜くことができるんですね。まあその後もちろん竹の根茎が残っているわけですが、そういうものはまたつるはしとか根切りスコップなどで耕せばいいわけですね。上の方に枝葉がたくさんついているものは周りをかなり掘ってもですね、そう簡単に土くれごと引き出すことはできませんが、これらは将来的に片付けようと思っている竹は、今言ったように5、60センチとか、まあ場合によっては1メートルとかで切っておけばいいわけですね。それでこういう風に引っこ抜いた後地を少し耕してですね、ここは空きましたので、ここに北小の2本立ち苗、不織布ポット植えの北小の2本立ち苗を持ってきていますので、これこの2本をそのままこのコンクリート区画の中に植えようと思っています。ここの隣にはソーホバナナ、その向こうはタイベジタブルとか品種未特定の比較的低木性の美味しいバナナとか、その竹の向こうは前に何度か撮影したタイから芋を押し入れたムサドワーフ、ナムアコーンですね。まあそちらの方にはタイベジタブル、銀バナナなどなどが植わっています。まあここは日当たりがいいですから、北小はまあ寒さには強くはないんですが、ここは日当たりがいいのと北風は完全に防いでいますので、割とあれこれできるみたいですので、まあ、試しにここに北小苗の2本立ちを植える作業をして
みようと思いますね。まあ、竹を引っ張り出した後の穴はこのコンクリートブロックの右上になっているので、もうちょっと左下ですねまでちょっと耕さなきゃないです。